軌道の真実。プロゴルファーの奥山です。本日はゴルフの軌道、縦とか横とかいろんなこと言われますよね。それをはっきりさせていきます。縦に上げるというとこれぐらいをイメージしますよね。これはやりすぎです。次は横、こうなります。このように極端にやってしまうと良くないので、正しい位置に上げるということをしっかりと考えましょう。クラブが長くなると先ほどの良い位置がショートアイアンに比べて横に感じます。横とか縦を気にするとこのように縦に上げる、そして横に上げる、このようにトップの位置を作ると正しい位置が分からなくなってしまいます。これではっきり、アイアンとウッドを同時に上げます。こうするとほとんど縦でも横でもないというのが分かります。腰の高さが少し違うだけで縦とか横とかそういう感覚の差になります。先ほどのように縦とか横とかいろいろ考えるとトップの位置が変わってしまいます。アイアンだから縦振り、ドライバーだから横から払うようにと考えていては正しいスイングに行き着きません。これで見てもらって分かるように、あまり縦でも横でもない、このインパクトゾーンのところだけが少し違います。クラブの長さが違うから横とか縦とかに感じやすくなりますよね。この事実をしっかりと理解してスイングするようにしてください。いつも練習では動画を撮るようにしてください。クラブが短い分少し縦に感じる、クラブが長い分少し横に感じる、ただこれだけのことでそこまで意識する必要はありません。あまりにも縦とか横を気にするとトップの位置やフォローの抜け方が変わってしまいます。基本的にはトップから左足リード、そうするとクラブの長さがあなたの軌道を決めてくれます。ご視聴ありがとうございました。